サンダースロープリンセスは、イギリスのサンダースロー社が生産していた、長距離旅客飛行艇。画期的な大型ターボプロップ飛行艇であったが、誕生時には、旅客用飛行艇の時代は終わっており、試作機3機のみで終わった。第二次世界大戦前、太陽を超えて飛行する、航空路はすべて飛行艇が担当していた。パンアメリカン航空のマーチ 2M-130。130 チャイナクリッパーやイギリスのショートエンパイア飛行艇、日本の97式輸送飛行艇に代表される飛行艇が長距離洋上航路を飛んでいた。これは大型機は離着陸時に長大な滑走路を必要とする上に洋上長距離飛行時に万が一の事故があった場合に飛行艇ならば緊急着水が可能であるという発想のためであった。プリンセスは対戦後も この発想をそのまま引き継いで、設計、建造された機体。この時代、最も大きな航空機の一つであった。しかし、第二次世界大戦では、各地に滑走路が整備されることで、4発1爆撃機による長距離爆撃に加え、米軍の輸送機 C-54 や C-69 などの4発輸送機による長距離飛行が頻繁に行われ、 陸上機の安全性が確認されたため、戦後は特殊な目的以外には、飛行艇の出番はなくなっていた。1950年代には、各国の主要空港は滑走路の整備を行い、長距離を飛行できる陸上4発機を受け入れるようになっていた。つまり、誕生時にはすでに時代遅れの機体であった。プリンセスは、見かけ上6発の機体に見えるが、10機のブリストル製。 プロテウスターボプロップエンジンを搭載している。内側の4組のプロペラは二重反転プロペラになっており、2機のエンジンがそれぞれ一軸を駆動している。外側の2機は単独のプロペラを駆動する。もともとは12発のロールスロイス投影度を2発ずつ、組み合わせて搭載し6機の二重反転プロペラを駆動する予定であったが、投影度は開発途上で放棄され。 大体として、プロテウス10発が選ばれた。2階建ての胴体は、105座席の客室になっており、胴体は2段の客室のもとに1段の停体が、設けられていた。原型機 G ・アリンは1952年8月22日に、初飛行した。その他に2機が製作されたが、これらは、より強力なエンジンが開発されてから試験を行う、予定であった。 結局エンジンを交換することはなかったため飛行することなく保管されていた。両翼の補助フロートは引っ込め式であり、上空では90度外側へ回転させて、翼端となる。b o a c がプリンセスを旅客機として採用しないと、決定した後にも何とかして、この機を成功させようという動きがあり、イギリス軍の戦略輸送機としての提案もあったが、 旅客機として計画されていた105名では、輸送辞任が足りず、他への採用の動きもなかったためにどれも成功せず、1960年代には、すべてが解体された。プリンセスが、サンダースローの生産した最後の旅客機となった。この後の不成功に終わった、戦闘機計画以降、同社では、ヘリコプターやホバークラフトの生産だけを行うようになった。 史実では成功しなかった動機だが、こちら、葛飾区亀有公園全般出所第66巻、飛びます。香港鎮道中の巻にて、両津観吉と、本田側人が当てた香港旅行に行く、際の蒸気として、登場、車輪がないのを忘れた機長が、胴体着陸しそうになる、等の問題はあったが、無事竹芝桟橋から、香港のスターフェリー乗り場まで飛行した。 また、第164巻、飛行艇時代の末期にて、両津の祖父、勘衛が経営する、航空会社の旅客機として登場するも、ガス欠を起こして、お台場のイベント会場に突っ込んでしまった。ありがとうございます。